皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。皆さん、ついに最後の時が訪れたようです。我々は苦しい時も辛い時も耐え難きを耐え、しのぎ難きをしのいできました。しかし人生とはなんとむごいことか。ベーシックバンエッグバンビットコイン ETF を再び延期するという判断になりました。しかし我々中野研究会は永遠に不滅です。はい、ということでね、どうなったのかということなんですが、まずはね、ビットコインの価格を見てみましょうか。落ちてるね。おいおい、窓開けて落ちたね。窓開けて、おい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 、落ちましたね。落ちたけど上がってるね。1分足だからね。1分足だからね。じゃあ15分足にしようか。そうだな。876,690円か。まあ、そんなに下がってないんですけどね。はい。そんなに下がってないです。ネムとかね。まあ、いろいろありますけれども。はい。まだね、日本人気づいてないですからね。これから下がってくるものと思われます。ちょっとまだ開けてるよ、ここね。はい。ちょっとびっくりしちゃって、みんな下がってんだよ。売りに出しちゃうんですよね。ただ、そうでもないぞっていうことで、まあ、ちょっとね、まだこのニュース知らない人は、最後だってことでね、日本人買いに、アメリカ人とか日本人ね、買いに走ってるんですが、まあ、どうでしょうかね。ニュースを読んでみましょう。これですね。コインポストさん、いつも素晴らしいニュースをありがとうございます。バンエクバンビットコイン ETF が再び延期へ、ビットコイン相場への影響はということでね、ベーセックがバンエクバンが今年1月に提出されたビットコイン ETF を再び延期することを発表した。発表後ビットコイン価格は88万円ラインまで回復を見せていると。米セックは本日未明、有望されているバンエック社が申請しているビットコイン ETF に対する最終判断を再び延期することを発表したということで、却下じゃないんですよね。延期ってことなんで、アメリカの弁護士、ちょっと違かったということですね。これにより、バンエック社のビットコイン ETF は2回目の延期が決定され、次回の判断は、3ヶ月後の8月19日となる見込みだと覚えておきましょう。8月19日ですね。はい、もう夏休みです。もう以前から規制された状況下でのビットコイン取引の提供を目指してバンエック社は、ビットコイン ETF は申請、ビットコイン ETF の申請を行い、昨年から市場の注目を集めていた。最終判断は今年2月まで延期されたが、米トランプ大統領が昨年12月末に発令した政府閉鎖などが影響して、バン X 社は一時的に ETF 申請を取り下げていた経緯があると。しかしバン X 社は1月にビットコイン ETF の申請を行い、3月末にすでに一時延期が発表されていた。米セックはまだ90日間と60日間の、延期を計2回行うことができるため、今後再び最終判断は可能な限り延期され、10月中旬頃となることが大型の輸送だと、米国の仮想通貨ブロックチェーンに関わる法律に詳しい弁護士は予想している。バンエク社の申請と1週間以内のタイミングで提出されたビットワイズ社の仮想通貨 ETF が先週いち早く延期され、バンエク社に関する判断のみが発表されていないことで、一部では延期以外の発表を憶測する声も出ていた。しかし本日のセックからの発表で市場には一定の安堵感が生まれたのか、ビットコイン価格は再び88万円まで回復していると。だから、あれですね。却下じゃなくて、延期ってことなんで、まあ、じゃあ8月には承認されるということで安堵感が生まれたと。で、上がったということですね。発表したらね、なぜかと。ETF 申請を行っているバンエクションのデジタル資産ディレクターである、資産部門ディレクターである、
市は引き続き安全に流動性のある規制された仮想通貨市場を適用するために努めていく姿勢を示したと。また先日ビットコイン ETF の判断の予想を述べていた弁護士は予想通りの結果になったじゃねえだろお前予想通りじゃねえだろお前あの却下って言ったじゃないか。とりあえずの判断は8月まで延期となったバンエク社のビットコイン ETF ビットワイズ社の判断期限も8月中旬となるため、引き続き仮想通貨市場の重要材料として覚えておきたいところだということでですね、ひょっとしたらビットコイン ETF があるためにこのビットコインがね上がってきたんじゃないのかもしれないね。他にトランプ大統領がなんか企てているのかもしれないね。だから下がんないんだもん、だって下が普通下がるでしょ。だって今まですごい下がってたから、もうねビットコイン ETF もういいや、もう疲れたから、そのなんか、何、SEC、米、アメリカの証券取引委員会のさじ加減でね、自分の人生左右しないでくれと、もう睡眠時間がねえじゃねえかよ、ということで、はい、決めました。中野雄一版、ビットコイン ETF、強化しまーす。イェーイ、ババパチ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 ということで、本日、中野雄一版、ビットコイン ETF、承認されました。おめでとうございます。これから爆上げです。これね、なんかね、持ってると上がっていきそうだね。これもまあ、なんか、トランプ大統領は、ひょっとしたら、ビットコインでなんかやるんじゃないかな。これずっと上げてきたのは、ビットコイン ETF 承認が目的じゃないかもしれないね、これね。ちょっと、後で僕ね、アルファ回線で、メイソン・リーの本部に確認してみますが、はい。落ちないもんね、これね。上がってるしね、これね。上がってんじゃん、つって。普通落ちるだろう、谷底まで。ということなので、そういうことですので、もしね、ビットコインこう35万とか40万とか50万円ぐらいから、購入してですね、ずっと持ってて、すごい利益がね、今出てる人は、ここでね、一旦利確をして、利益を保存してもいいと思います。はい、他のね、イーサニアムとか、リップルとか、ネムとかにも言えることですね。ここで一旦ですね、利益を確定してもいいと思います。はい、で、また、損がね、出てる人も、ここでね、一旦損切りをした方がいいかもしれませんね。ただ、これ、ひょっとしたらこれ、下がんないから、全然下がんないでしょ？ひょっとしたら、このまま持ってると爆上げするかもしれないので、まあ、ちょっとね、損失が出てる人は、慎重に毛を生やしてですね、こっからもちょっと見てろよと、ロケット発射させるぞ、というふうにしてもいいかもしれません。ということでですね、今日はですね、非常に寂しい、ちょっとなんか最後に寂しい曲を一発かけてですね、終わりにしようと思いますが、よろしいでしょうか。さっきこれだったっけ？内緒の話、ちょっと待って、5月の風。ちょっとね、音が聞こえないもんですからね、私はね。耳が聞こえないってわけじゃないんですけどね。はい、ということで、もう一回言いますよ。今までですね、30万円台、38万円、35万円、40万円台、50万円台からね、ずっとビットコイン買って、利益をね、ここら辺とかね、ここら辺とか、こういうとこですね、利益が出てる人は、一旦、本日ですね、利益確定をしてした方がいいかもしれません。ただ、落ちないのでね、ひょっとしたら爆上げで、このまま100万、200万、400万、800万、1200万、5000万、1億いく可能性もありますので、そういう欲望を持ってる人は、落ちないね、これね、上がってるね、ガチをしてもいいかもしれません。ひょっとしたらですね、日本政府とトランプ大統領の間で、ちょっといろいろ考えてることがあるのかもしれないですね。はい、もうビットコイン ETF はもう結構です。どっちでも構いません。中野雄一版ビットコイン ETF 承認されましたので、はい、それでもう結構でございます。私たちはその他の材料ネタでですね、ビットコイン、そして仮想通貨全体を盛り上げてみせようではありませんか。
それでは今日はね、とりあえず第一報をお知らせさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。今日はね大雨が降っております。雨すごいです。風もすごいです。台風並みです。ただね、皆さんも頑張っていきましょう。私も家でね引きこもりながら頑張りたいと思います。それでは失礼いたします。